こんにちは、終点ですよ。こんにちは、終点ですよ。 こんにちは。この汽車は倉町駅まで行きません。この汽車は山の口に行く汽車ですよ。こんにちは。
これが最後の汽車です。今日の汽車はこれでもう終わりです。深夜の荷物はそれだけですか？こんにちは。雪柳ゆずです。こっちです。まだまだです。夏はもう少し距離が短いようですけど、冬になると距離が長くなるみたいです。まだまだです。行きましょう。こっちです。深夜、
きです。ただいま。おかえりなさい、ゆず。深夜くん。寒かったでしょ。さ、入って入って。ゆず、ホットミルクできてるからカップに入れてちょうだい。深夜くんの分もね。靴は雪を払ったら階段のところに置いといて。私が拭いておくから。あっと、それからミルク。暑いから火傷しないようにね。お砂糖入れておいたから。深夜くん、長旅お疲れ様。どうしたの、深夜くん。別に。おお、一丁前にお世辞かな。じゃあ口説き文句でも。ダメよ、私年上が好みなの。それにあなたにはユーズがいるでしょ。ちょうどいい年齢でしょ、あなたたち。今考えてたでしょ、どうしてあの子の名前が出てくるんだって。だってあなたが赤ちゃんの時から面倒を見てるんだから、そのくらいのことわかるわよ。それにね、ユズおすすめよ、可愛いんだから、あの子。それにユズね、生娘よ。深夜くん、かわいい。さあ、あなたも靴を脱いで。こんなところで話し込んでたんじゃ風邪ひいちゃうわよ。早くリビングの暖炉で温まりなさい。ユズがホットミルク持ってお待ちかねよ。ほらユーズ、部屋の温度が下がっちゃうでしょ。あ、深夜くん、これ使ってね。私のお手製よ。ほら、履いてみてよ、深夜くん。でしょ？暖炉の前で温めておいたからね。二人一緒に横並びでね。悪いんだけど、ゆずに預けといてくれる？今お料理温めちゃうから。深夜くん、お兄さんは元気？
ットミルク。この箱を預かればいいんですね。ユズの料理は美味しいわね。私が作れるわけないでしょ。とりあえず朝食のパンは焼いてあげるけど。あら失礼ね。ジャムだってあるわよ。お手製のマーマレード。ユズは食べないけど。バリバリ、はい、バリバリ。ユズはマーマレードが苦手なのよ。はい、苦手です、マーマレード。違います。香りは好きだけど食べると苦手なのよね、ユズ。違います。怒ってません。あら、他にもここの運営費とかここでの生活費とかその他もろもろお金を稼いでくれてるのは全てユズのオルガンよ。でもユズがそうしたいって言うからそうしてるの。ユズの気持ちを何よりも尊重して彼女のしたいようにさせて、私はそれをただ後ろから応援して、私にできるのはそれだけだから、それだけしかできないから。食べてみればわかります、ミツルの料理。食べてみますか。バリバリ。あら、そんなにひどくないわよ、私の料理。バリバリ。ここが新也くんの部屋ね。
じゃあ部屋に入りましょうか。何日も前から外の空気を通しておいたからもう埃っぽさはなくなってると思うんだけど、体に合わないようなら言ってね。ユズを私の部屋に入れて、ユズの部屋を使ってもらってもいいから。ねえ、深夜くん。ユズのことなんだけど、どう思った？そう、よかった。私の場合は昔の事情があってね。初めて会った時にミツルおばさんって呼ばれたから、おばさんはやめてって言ったら、その時からミツルになったのよ。でも深夜くんの場合はあの子他に理由があるんじゃないのかな。深夜くんの方はどうなのよ。ユズおすすめなんだけどな。でもね、深夜くん、本当にユズのこと可愛がってあげてね。これから三人しばらくの間一緒に暮らすでしょ。だからね、深夜くんには私たちを本当の家族だと思って接してもらいたいの。その方が深夜くんにとってもいいと思うし、ユズも喜ぶから。ん？どうかした？そう、それじゃあゆっくり休んで疲れをとって、あとは明日にしましょう。はい、おやすみなさい。ゆずか、おやすみなさい。おやすみなさい。怒ってますか？オルガン、はい、オルガン、明日の朝行きますね。おやすみなさい。
起きたんですか、深夜。おはようございます。私のオルガン、まだまだです。あら、おはよう、深夜くん。どう？昨日はちゃんと眠れた？あ、そうだ、深夜くん。あの箱を受け取ったから。ありがとう。カメラよ、カメラ。新製品が発売になったって聞いたから、お兄さんに頼んで買っておいてもらったの。こっちから取り寄せで買うと結構高くついちゃうでしょ。それで。あー、でも残念。私も昨日ゆずと一緒に新薬を迎えに行ってれば、そのまま汽車の事故に遭遇して見事その場で写真に収められたんだけどな。きっとゆず、炎上する車両を見て驚いてたでしょうね。ああ、ゆずの決定的な瞬間が撮れたのに、惜しいことしたな。当たり前でしょ？だってユズを撮りたくてカメラ買ったんだもの。深夜くんとユズが二人で驚いてるところ、あー、撮りたかったな。でも今日からは大丈夫。ユズのあられもない姿を撮って撮って撮りまくりなんだから。ユズのいろいろな姿。日中はお日様の日差しが暖かなので、あまり厚着をすると汗をかいてしまいます。今の私には
これがちょうどいい具合です。案内するのは室内が主です。診療所もカフェも近いのでこれで問題ありません。あら、いい雰囲気じゃない、ゆずとしんやくん。だってゆずにお金出してもらってるんですもの。ゆずの望むことをしてあげないとね。当たり前じゃない。しんやくんにしたってここまでの船賃や汽車賃は全てゆずに出してもらってることだし、負い目はあるでしょ。やっぱりゆずの望んでいることをしてあげないとね。何？いいえ、ここまではこっちが出して帰りは自分でってそういう話になってたはずだけど。帰りの旅費は行った先で自分で稼げってお兄さんから聞いてない？ああ、じゃあお兄さんのいつものあれね。まあまあ、しんやくん、観光しながら仕事探して前半遊んで後半働いて一月もすれば帰れるでしょう。何よ、そんな情けないため息ついちゃって。よしよし、そうよ。生まれはここじゃなかったけど育ったのはこの土地。私が生まれてすぐにここへ来たらしいから、私にとっては生まれもここみたいなものだけどね。私と姉さん、ここで遊んでここで育って、そして姉さんはお兄さんとこの土地で知り合って、この土地で愛を育んで、この土地で二人結ばれて。あら、それは本当のことよ。お兄さん、ちゃんとあなたに知っておいてほしかったのよ。姉さんがどんな国で生まれどんな土地で育ったか、ここがどんな国でどんな土地で、そしてどんな文化でどんな環境で、そのためにはここで働いてみるのもいいって。そうよ。だってしんやくん、今のあなたが存在するきっかけがここにあるのよ。そう、きっかけ。姉さんとお兄さんがこの土地で出会わなければ、あなたは今頃生まれてなかったでしょ。私やゆずと知り合うこともなかったし、今まで生きてきた時間そのものがなかったわよね。イギリスでしんやくんにわざわざ日本の暮らしをさせていたのも今この時のためだし、自分で自分の生き方を見つけてほしい、親が出るのはその後からだって、そう言ってたな、お兄さん。お兄さん、
ああ見えても信也くんのこと信用してるのよ。どうせ何も見つけられないって。そうね。でもお兄さんの気持ちも分かってあげて。これが亡くなった姉さんにしてあげられる精一杯なんだって。そう。シンはどうしたんですか？ユーズ、別に何でもないのよ。ただシンヤ君が自分の生きる道を選択しなければならなくなっただけだからね。ジャブジャブ。それじゃあユーズ、案内の方よろしくね。はい。ほらシンヤ君もいつまでも落ち込んでないで仕事の一つも探してらっしゃい。仕事探せるだけずっといいです。そうね、信也くん男の子だもんね。女の子だとちょっと大変だけど、男の子だったら気長にやっても大丈夫ね、きっと。はい。はい、行ってらっしゃい信也くん。行ってきます、みつる。はい、ゆずも行ってらっしゃい。